源頼光と四天皇、頼光は孫主天皇寺大寺の図、勝川春亭が、右から薄い貞光、浦部末武、坂田君時、渡辺綱、頼光、平井康政源頼光は、平安時代中期の武将。父は、陳樹不将軍、源光中、母は、佐賀源氏の王を見守る、源、春の娘。意味名はしばしば、来光とも読まれる。 三中の長子で、聖は源氏の三代目。三中が初めて武士団を形成した、摂津国忠の地を相続し、その子孫は、摂津源氏と呼ばれる。伊母帝に、山と源氏の源の寄地か、後に、武家、源氏の主流となる川内源氏の源の寄信がいる。生誕地は不明だが本拠地の忠もしくは、父の三中が天縁元年頃には、 平安系の左京一条に屋敷を持っていたことから、三中家であるともされる。若年の経歴は不明。同時代の中級貴族と同じく20歳前後で出資し、三中と同じく石棺政治を行っていた藤原氏に侵入して、官職を得て、財力を蓄えていたと考えられている。かんな2年頃、伊佐田新王が皇太子となった際に、 東宮県大臣に任じられる。省略3年には、備前神に任官しているが、都に泊まっており、容人であったと思われる。東宮大臣時代には、朝廷の儀礼や、天礼関係の年中行事に記録が見られ、藤原道長の主催した競馬などに参加している。日本気略によれば、永遠2年9月には、関白の藤原金家が神廷を造営した、園において、 馬三十頭を送っている。省略元年、関白、喧嘩の葬儀に際して、藤原の道長の振る舞いに感心して、側近として従うようになったと伝えられる。長宝三年には、美の守を兼任、この時は容認であったことを示す記録もなく、人国へ赴いていたと思われる。同時期には、大江正平が隣国の終わり神となり、両者は赴任するにあたって、 書状を交わしており、信仰があったと思われる。また、正平妻の赤染衛門はより光を読んだ和歌を残している。田島国、伊予国、摂津国の受領を歴任する。様言の神となって、聖読み下になり、五一条天皇の即位に際して、昇殿を許される。受領として蓄えた財により一条定を持ち、たびたび道長に多大な沈物をして、これに尽くした。 道長の県政の発展につれてその側近である、頼光も、部門の名称、長家の死後と呼ばれるようになり、同じく摂棺家に使え武勇に優れた弟の来心とともに、後の姓は源氏の交流の礎を築く。頼光四天皇らと共に六人で、摂津大皇座にへ向かい遺族討伐を行ったという、話がある。 天の橋立の山の成り合い字には、漢人元年3月の日付で、寄光らしきなの、顔入りの祈願文書があり、大鉱山遺族追悼の勅命が示されているが、定説となっていない。また、歌人として、周囲和歌集以下の直線和歌集に、計3種の和歌が日衆している。没年は68、あるいは74。大鉱山絵巻、寄光の鬼大事寄光と、 坂田金時月岡義俊氏が、義俊氏武者部類父の三中は、摂津国ただに、源氏武士団を形成し、頼光はそれを継承し、自らは、石棺家の警護なども務めているなど武士としての、性格も否定できないが、頼光は、藤原石棺家の家師としての貴族的人物と、評される傾向にある。一方で中世文学の中で、坂の上の田村マロ、藤原俊人、 藤原康政と共に、中世の伝説的な武人四人組の一人と紹介された。後世に成立した、根尺物語集や室町時代になって成立した、おとぎ造史などで、丹波国大鉱山での主天同寺討伐や、土雲大寺の説話でも知られる。説話では、母の一族の佐賀源氏の渡辺綱を筆頭にした、頼光四天皇などの強者の家臣がいたと言われ、 よりが実際に老党を従いていたことを反映しているとも考えられている。また、古典、方言物語や梅松論では、古来の勇者の代表格として、同時代の藤原康政と併称され、平家物語では、聖兵の一人として、よりの名が挙げられているなどよりに、武勇的人物像を求める傾向もある。源のよりみつ土雲うせつるず、ありがとうございます。